いい天気ですね。では基本の構えをやってみましょう。キヨノは、まだっぽい？まだ時間があるから、もう一人の自分とお話ししようかな。昨日の夜からあまり出てこないけど、何か悩みでもあるの？ゼーリには関係ないわ。あれ？機嫌悪そうだね。何があったかゼーリにも教えて。ない。何でもないわ。知りすぎてるからこそ言えないことがあるって、ブロニお姉ちゃんが言ってた。あの時、ゼーレたちも同じだって思った。お互いを知ってるからこそ素直になれない。悩んでること自体ゼーレにも教えてくれない。だから何でもないって言ったでしょ。ほら、新しい友達が来たわ。ぼーっとしてないでちゃんと相手してあげなさい。教えてくれる気になったらゼーレはいつでも聞くから。ぼーっとしてる？うん、なんでもないよ。ちょっと考え事してただけ。うん、じゃあ出発しよう。人がいっぱい。それに街中が飾り付けされてる。来月4日は独立記念日だからね。各地でお祭りをやるってテスラ博士が言ってたよ。ゼールも時間があったらブローニャと一緒に行ってみたら。そっか、祝日とお祭り。いろんなところが賑やかになりそうでいいね。キアナの表情、基地にいる時よりもリラックスしてるね。やっぱりブローニャお姉ちゃんの言った通りだ。気晴らしに連れてきて正解だったな。それよりまずは用件を済ませよ。相手との約束までまだ時間があるから買い出しに付き合うよ。うん、一緒に行こう。買い出しリストの一つ目は、あ、成果だね。花がいいですか？ピンクのバラ、赤のユリに、グリーン系のアマランサス、あとユーカリの葉がいいです。お嬢さんよく知ってますね。同業者の方ですか？お花が好きなだけです。綺麗な花を見ると気分が晴れやかになります。その通り。私も同じ理由で花屋を開きました。お花が好きなお嬢さんに特別にこの2本のユリをプレゼントします。わあ、綺麗。ありがとう。あとはパーティーに絶対に必要なケーキだね。
焼きたてですよ。お一つどうですか？わあ、全部美味しそうだからどれにするか迷うな。お嬢さん口が上手ですね。好きなものを選んでください。割引しますよ。本当ですか？やった、ありがとうございます。ゼーレ本当にお買い物が上手だね。あとはパーティーの飾りだね。やっぱり風船が。やあお嬢さん、何をお探しですか？こんにちは。パーティー用の風船を買いたくて今お店を探してるんです。あら、パーティーですか。それでしたらぜひうちへいらっしゃい。あの、細長い風船はありますか？細長い風船？風船アートに使えるものが欲しいんです。子供たちやテスラ博士がそういったの好きなので。もちろんありますよ。うちで買ってくれるならもう2袋サービスします。本当に？ありがとうございます。大したことありませんよ。また今度パーティーやるときもうちで買い物してくださいね。なんだかあの店員たち、ゼーレを見た途端に商売のことを忘れちゃったみたい。昔孤児院にいた頃、あまりお金に余裕がなくて、小さいケーキしか買えなかったから、ショーウィンドウの前でいろいろなケーキをじっと見てるしかなかったんだ。そしたらケーキ屋のお姉さんがこっそりコンペイトをくれてね。それをみんなに分けたら大喜びしてくれたの。ゼーレはいつも優しい人たちに助けられてきたんだ。それはきっとゼーレも優しいからだよ。ゼーレはそんなにすごいわけじゃないよ。でもそんな人になりたいと思ってる。買い出しはこれで終わりかな。あとはキアナの任務だね。わあ、まだお昼なのに花火を打ち上げてる。お祭りのリハーサルかもね。花火を担当するロボットたちは報告にあったのと同種の機構だよ。博士が発明したロボットはすごいね。人々の暮らしを支えてて、どこに行っても見かける気がする。ネゲントロピーは国会の上層部とはもともと協力関係にあって、崩壊関連の対応に協力してきたってブローニャが言ってた。これらの機構の本来の使い道を一般の人は想像できないだろうね。不安を招かないために崩壊関連の情報は一般人に開示せず、自己災害として処理してきたからね。今はそんな話よりもっと近くで見てみよう。独立記念日限定、ビール無料で飲み放題、ロックバンドの生演奏もあるよ。わあ、キアナ見て、チラシを配ってるスタッフ、プローニャお姉ちゃんの大好きなホムだよ。残念だったね。ブローニャも来てたらツーショットを撮ってあげられたのに。ブローニャっては本当にホムに目がないから。二人も独立記念日のお祭りに来るかい？フードフェス、生演奏、花火、何でもあるよ。さあチラシをどうぞ。うん、ありがとう。面白そうだね。うん、今回の件が終わったら一緒に、ブローニャと一緒に来るといいよ。キアナも一緒に来てよ。きっと楽しいよ。まずはここの担当者に報告書の詳細を聞きに行こう。おかしい。キアナ、どうしたの？
報告書を出してからは気候事故が起きてないんだってさ。自分の見間違いだったかもしれないって担当者が言ってた。念のためメンテナンススタッフに連絡して全面的に点検させた後、明日回収してもらうことにしたけど。リハーサルの様子を見た感じ、問題はなさそうだね。本当に誤解だったらいいな。そうだね。でも任務が思ったより早く終わっちゃった。迎えの車までまだ時間があるけど、待ち合わせ場所で待つ？せっかく時間ができたからカフェに行ってみたいな。さっきお店の前を通った時、美味しそうなパフェがあって気になってたの。パフェ？確かにずっと食べてないかも。行こっか。美味しい。キアナも食べてみて。どうかな。美味しい。クリームとクッキーの食感がちょうどいい。やっぱりスイーツは疲れを癒してくれるね。もう一つ頼む？あっちのマンゴーミルフィーユもおすすめだよ。とっても甘い匂いがする。じゃあ頼もうかな。ありがとう、ゼーレ。私を気にかけてくれたのはブローニャにお願いされたからだよね。バレてたの？ブローニャらしいね。変に意識させたくなくて遠回しな方法を選んだんでしょ。なんだか申し訳ないな。ブローニャお姉ちゃんは本当にキアナのことを心配してるの。ブローニャは昔からそうなんだ。ネゲントロピーの名手から訓練を受けてて私より大変なのに。そうだ、帰る前にブローニャのお土産を探そうか。さっきのホモの着ぐるみを着てた人を探して写真を撮ろうかな。ブローニャお姉ちゃんきっと気に入ってくれると思う。キアナさえよければ、ゼレ、キアナの悩み事何でも聞くよ。昨日のことを気にしてるの？大したことないよ。確かに私は空の律者だし、私の中にシーリンという化け物がいるのも事実。みんなが私を信じてくれたのは私のことを知ってるから。でも他の人に強要するわけにはいかない。シーリン？私の中にいるもう一つの意志、本物の空の律者なんだ。もう一つの？今でも彼女の意志が私を飲み込もうとしてて、コアの主導権を奪おうとしてる。いや、彼女こそがコアの本当の主で、私の方が後に来たものだから当たり前なんだけど。でもコアは渡せない。彼女は危険で凶暴で人類を滅ぼそうとしてる。彼女は何度も恐ろしい災害を起こしてきた。そんなこともう二度とさせない。それに今の私にはもう一つの保険がある。このリストバンドはリアルタイムで私の身体状況を観測してるの。一定の敷地を超えたらこいつが警告を出して基地に報告するようになってる。警告を受け取ったらネゲントロピーがすぐ行動に出る。私もなるべく人気のない場所にワープする。もしその時まだ私の意識があったらだけど。心配しないで、これは私が納得してつけたの。これがあれば私も安心できるから。キアナ本当にすごいね。これは私が背負わなければならない責任だから。
私は逃げたりしない。それにメイ先輩、私とブローニャのもう一人の友達だけど、彼女も同じ経験をしてる。彼女の保険はもっと極端なものだったけど、私彼女の気持ちを知りたいの。キアナ、ああ、気づいたらたくさん話してたね。なんだかすっきりしたよ。ありがとう、ゼーレ。ゼーレと話したおかげで気が楽になった。いえ、想像もできないような辛さをキアナはずっと一人で耐えてきたんだね。昔の私はずっとシーリンが、自分が怖かった。だから一人で隠れることを選んだ。でも今は違う。みんながいるって分かったから。みんなが助けてくれてるのにこれ以上逃げるのはみんなに申し訳ないから。うん、みんなキアナのことを信じてるよ。あれ、なんだか外が騒がしいね。誰かが助けを求めてる？皆さん、早く隠れてください。広場の気候が全部暴走したみたいで、こちらに向かってます。そんな、さっき見た時は正常だったのに。ゼーレ、今は原因よりもみんなが無事に逃げられるよう気候を止めよう。うん。必要の気候で破壊力がなかったから怪我人もいないみたい。お姉さん、ありがとう。ん？あんたは？助けてもらったらちゃんとお礼を言いなさいってママに言われたの。さっきお姉さんに助けてもらったから。あれ？お姉さんの目怪我してるの？目の色が違うね。あ、綺麗でしょ？このお姉さんは魔法使いでね、さっきも魔法を使って助けたんだよ。え？うん、綺麗。お姉さんの目、宝石みたいだね。他の色にもできるから、ちゃんと見てて。じゃーん！わー、すごーい。私も大きくなったら魔法使えるかな。いい子でいたらとできるよ。わかった。今すぐ帰ってママのお手伝いしてくる。お姉さんたち、またね。ありがとう。ゼーレは別に大したことしてないや。気候の状況を確かめに行こう。
チラシをくれた人が着てた着ぐるみ？ボロボロになってる。大丈夫かな？血痕はない。着ぐるみの中も空だね。待って、何かが落ちてる。これは鍵？アパートの部屋番号が書いてある。落としたのに気づかず逃げたのかな。でも家の鍵がないと大変だよね。まだ時間はあるし返しに行く。何があったのかその時の状況も聞けるし。そうだね。でもその前にまずは担当者に詳細を聞かないと。ネゲントロピーにも報告しないといけないから、ここで少し待ってて。わかった。そうだ、ちょうど時間ができたし、もう一人の私に相談しよう。今日は静かだね。よかったんじゃないの？新しい友達との楽しいひとときを邪魔されずに済んだでしょ。違うよ、何も話してくれないから誰に相談したらいいか困ってたんだよ。相談？さっきのことなんだけど、なんだか妙な気がするの。あなたの考えも聞かせてほしい。別に気づいたことは特にないわ。あの機構たちは勝手に動き出したみたい。操作してた人とかは見かけてないわ。わかった。それとさっきのキアナの話聞いたよね。もう一人の人格について悩んでるって。だからアドバイスできないかなって思ってるの。は？だって体の主導権を握ることに関してゼーレたちも経験あるでしょ。それどういう意味？まさかあなたにとって私とシーリンとかいうやつは同類なの？そうじゃなくて。危険で凶暴で残酷、私はそんな奴と一緒ってこと？違うよ、シーリンはずっとキアナを傷つけてるけど、あなたはずっとゼーレを守ってきた。全然違う。じゃあ言ってみて、ゼーレにとって私は何？あなたは。ちょっと、どうして黙っちゃうのよ。違うの、セーレは。はいはい、こうなるって分かってたわ。もういい、とにかく私があなたを見捨てることはない。あなたがいなくなったら私はどうすればいいというの？でも今度からこういう質問はしないでちょうだい。聞きたくもないわ。ごめんなさい。さっき聞かれたこと、今は答えられない。でもゼーレ、一生懸命考えるから、ちゃんと答えられるようになるから。だから、もう少し時間が欲しいの。状況は想像してたよりも厄介みたい。監視カメラを確認しないといけないから、もう少し時間がかかると思う。ゼーレにできることは？大丈夫、こっちは一人でなんとかなるから。ゼーレは着ぐるみの人に状況を聞いてきて。今は現場の証言が一番必要だから。彼はこの辺りの大学生で、名前はジョン・ドゥ。彼がバイト時に登録した電子学生証がこっちにあるから、後で送るよ。わかった。ここが学生証に書いてある学校。個人にいた頃は係やお母さんが字を教えてくれた。
こうして知らない人と一緒に勉強して仲良く手を取り合うのも。教室でじっと座ってるなんてどこが面白い。やっと出てきてくれた。一人ぼっちでかわいそうだから一緒にいてあげてるの。こんにちは。この学生証の持ち主を知りませんか？ん？ジョン・ドゥ？知らない名前ね。ねえ、この人あんたと同じ学部みたいよ。知らないし、会ったことないかな。わかりました。ありがとうございます。ほら、言ったでしょ。学校には人がたくさんいるから、知らないのも別におかしなことじゃないよ。こんにちは。この学生証の持ち主を知りませんか？ん？学部を見ると私の授業を受けてるはずだけど、あまり印象がないな。わかりました。ありがとうございます。ほら、先生も覚えてないって。存在感のないかわいそうな人、不幸ね。人のことをそんな風に言わないで。こんにちは。この学生証の持ち主を知りませんか？ん？知らないな。いや、待った。この名前、どこかで。ああ、思い出したぞ。同じ講義を取ってるやつだ。本当ですか？ああ、その講義って人が少ない上に教授がよく出席を取る人だから、基本サボる人はいないんだけど。ここ数回、教授が彼の名前を呼んでも返答なかったんだ。サボるなんて度胸あるなって思ったぜ。学校に来てないってことですか？どれくらい前からです？そうだな、一月くらいかな。他のことはよく知らないけど。ありがとうございます。収穫ありってところかな。でもどうして授業に出てないんだろう。いじめられて誰かさんみたいにおもちゃ箱で泣いてるのかもしれないわね。意地悪なこと言ってもゼーレはもう食いつかないよ。面白くね。知ってるよ。寮のルームメイトだった。本当ですか？彼の落とし物を拾ったから、返すついでに彼に聞きたいことがあるんですけど。それはタイミングが悪いな。半年前に出て行ったんだよ。え？バイトがしやすいようにって外でアパートを借りたみたいだ。たまに寮に戻ることもあったけど、最後に会ったのは1ヶ月前かな。バイトで生計を立ててるのに、わざわざ寮を出てアパートを借りてるんですか？その辺の理由については知らないな。彼も言わなかったし、俺も興味なかったから。他に聞きたいことは？もう大丈夫です。ありがとうございました。この人のアパートに直接行ってみるしかないかな。鍵をなくしてアパートの前で慌ててるかもしれないわね。
かしいな。ここに2年も通ってるのに誰もちゃんと覚えてないなんて、同じ学部の人も知らないみたいだし。人ってそういうものでしょ。自分のことにしか興味がなく、他人のことなんてどうでもいい。なんか今日はいつもより、そのイライラしてる？は？私が？どうしてそう思ったの？だからいつもより攻撃的で、言葉遣いもそんなストレートなの？飛行事故のことを聞くんでしょ？早く彼のアパートに行った方がいいわ、名探偵ゼーレ。わかった。Yeah.
が全く残ってないなんて。え？じゃあ今の計画だったの？とにかく調査を再開しましょう。部屋番号を見るとここかな。ごめんください、お邪魔します。あこれって人形？壊れてるみたい。動かないで。え？気をつけて、この部屋から匂いがするわ。匂い？死の匂いよ。誰？このアパートの大家だけど、ここに住んでる子を探しに来たのかい？もしかしてあの子の友達かな？はい、彼を探しに来ました。そうだ、大家さん、さっき何か物音を聞きませんでしたか？物音？いや、あんたたちがドアを開けた音しか聞こえなかったけど。なんですって？あんなに激しく戦ってたのに物音が聞こえなかった。しかし、あの子を探しに来たとは。それは残念だね。あの子は一ヶ月前に亡くなってしまったよ。え？当時私が通報したんだよ。発見した時にはすでに手遅れな状態で、ベッドの上で少しも動かず、まるで眠ったみたいで。でもチラシをもらった時はまだ。警察は他殺の可能性を排除して彼の家族に連絡したけど、親族の人は彼の遺体を引き取っただけ。家の中のものを持ち帰ろうともしなかった。大学からも関係者が来たけど、学校の評判に響くから他言無用だとさ。人一人亡くなったのに気にするのがそんなことなんてね。かわいそうな子。家族も学校も無関心。あの子の友達なら自由に見ていいから。どのみち彼のものは全部処分しないといけないからね。はあ、この部屋借りてくれる人はいるのかね。ひどい。やっぱりね、彼女の話は事実よ。この部屋で誰かが死んだのは確か。でも広場にいた彼とはちゃんと会話したし、ずっとそこでバイトしてるって担当者が言ってた。つまりこの1ヶ月間誰かが彼になりすましてたってこと。でもそんなことして何の意味があるの？スエレたちをここに来させるため？ねえ名探偵さん、その人形の手に何かあるんだけど。本当だ。ごめんね、ちょっと借りるね。これはチケット？支配劇場。嫌な名前ね。裏にも何か書いてある。演目愚か者のジャック。愚か者のジャック、パンプキンに目がないジャック。彼が大好きなパンプキンを持ち上げると、パンプキンは彼の頭にガブリと噛みついた。何それ、気色悪。うわ、演目紹介かな。でもこの内容はさすがに。ち、嫌な感じがするわね。ザイル、この件とはあまり関わらない方がいいわ。厄介なことになりそうだし。関わらない方がいいなんて、ゼルはただ人一人助けたいだけだよ。彼はもう死んだわ。あなたに何ができるの？いい？これはゼーレのせいじゃないの。でもそれじゃあ冷たいよ。
は？あの時だってブローニャお姉ちゃんがいなかったらゼーレもこんな風に誰にも気づかれることなく消えてたかもしれない。少なくとも今のゼーレは彼の死の真実を調べることができる。罠の可能性があるのはわかるけど、それって誰も知らない秘密があるってことでしょ？ありがとう。面倒ごとに巻き込まれてほしくないから、ゼーレを守りたいから、そう言ってくれてるんだよね。でも、ゼーレはもう隠れることしかできないゼーレじゃない。傷つけるのも、面倒ごとも、もう怖くない。後悔したくないの。もちろん無理はしない。この件はゼーレだけで解決できないのはわかるから、ネレントロピーに報告して、一緒に調査と解決を目指す。それで、いいかな。ゼーレ。そうだ。君の思ったように、彼女はもう君を必要としない。大人になってもおもちゃの人形とおしゃべりする人はいないだろう。おもちゃの人形は、結局ゴミ箱に捨てられる運命だ。私たちは必要とされない人間。この世に存在するべきでない人間なんだ。嫌われて、疎遠にされて、捨てられる。それが君らしい結末。私たちらしい結末なんだ。誰が話してるの？どうかしたの？聞こえないの？何のこと？何でもないわ。ネゲントロピーに報告するんでしょ。早くしなさい。うん、ありがとう。ゼーレのことを理解してくれて。今の声、一体。いい天気ですね、館長。お暇ならゲーセンに行きません？ハイペリオンの館長として言動には注意してくださいね。